アンドレイス・ルビンスは、ラトビア、リガー出身で、同国代表の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。1996年、ラトビアリーグの2部に属していた、FK アウダで、プロキャリアをスタートさせた。翌年は、スウェーデンのスターズ・イフに移籍。1998年、ビルス・リーガの強豪をスコント FC に移籍し、 在籍期間中に67試合に出場し14得点を挙げた。2000年、イングランドのクリスタルパレス FC に移籍。フットボールリーグカップのレスターシティ戦では27メートルの距離からシュートを放ち得点を決めた。準決勝のファーストレグ、リバプール FC 戦でも得点をしチームの勝利に貢献をしたが、セカンド、レグのアウェーでは5から0で敗れた。リーグ戦では、 加入1年目には、ある程度出場をしたが2、3年目には、サブとして出場をした。2003年、ロシアの FC 新肉ヤロスラブリに移籍をし、2005年には、強豪の FC スパルタクモスクワに4年契約で移籍するも、出場は5試合に止まった。2013年3月13日、現役引退を表明した。ナショナルフットボールチームズ。ありがとうございます。